組として4年、箱番組としてもうすぐ1年、私たちこれだけミーティングをしてきたわけじゃん、うん、もうすぐ5年だよ、うん、なんか5年やってきた貫禄というかさ、実力を今一度見せつけたいよね。まあただダラダラとやってきたわけではないからね。自分で言うのも変だけど、毎回それなりに身のある内容でお届けしてますから。じゃあちょっと実力見せてもらっていいですか。ちょっと私ここで見てるね。あー、そんなことだろうと思った。え、本当に一人でやるけどいいの？萌さんも参加したいって言うならタイトルコール一緒にやってくれてもいいよ。分かった。うん、夜空の下でミーティング。夜ナイトにお返しします。ありがとうございましたお返しされました。お返しいたします。もう終わりました。はい、一瞬で終わりました。やっぱ一緒にタイトルコールやってねって言われるとやりたくなくなっちゃう、このあるじゃないですか。そうですね、まあね、うう私も 100% 言わねえだろうなと思いましたよ。トヨタさんのことですから。だってそう思ってすでに笑ってたもんね。うん。タイトルコール一緒にやってねはもう言わないでねだから。振りだもんね、だって。言うなよの振りだもんね。押すな、押すなだから。そう、これで言ったらまたちょっと場がしらけるからさ。言ったってなるから。そう、それはそれで、あ、言うんだ、分かってねえな、こいつ、みたいな。言ったなるのも嫌じゃん。裏を書いて、書いて、こう来たみたいになるから。ねえ、なるから、ちょっと嫌だったんですけど。はい、皆さん、こんばんは。ピクシスの豊田萌です。ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で二人きりの秘密の会議をお届けしていきます。ということで、はい、この番組は、はい。はい。はい。この番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、水曜日はこちら、まったりする日。はい、毎週水曜日はリスナーの皆さんからのメールを読みながら、まったりしていきます。ベンチ切れかけかな。炭酸さんよ、どっち？ちょ、全然口回らなくなっちゃって。面白くなっちゃって。まったりする日なので。まったりしましょう。ちょっと手を読んでいきます。じゃあ、先に行こうかな。いいですか？こうかな。二つ、ゆうきさんから、まいさん、みくさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。本日、みっくの絵本が届きました。あ、ありがとうございます。今までの連載作品から取り下ろしの作品まで、1ページ1ページを楽しく読ませていただきました。はい。その中でも、伊藤先生の書いたフルーツの海が初見だと理解をすることができませんでしたが、解説を読むと思いの詰まった素晴らしい作品だったんだと気づき感動しました。本棚に萌えし暮らしと並べて大事にさせていただきます。さあ、そしてもう一通、ピクミンネームサノリーさんからです。ミックもし、こんばんは。こんばんは。ミックの絵本発売おめでとうございます。ありがとうございます。これまでの連載がギュッと詰まっていて、たくさんの未公開カットも見られて大満足の一冊でした。取り下ろし元の衣装も素敵で、まるで絵本を読んでいるかのようでした。キャスケットをかぶった写真ももちろん可愛かったんですが、黒いドレスの見開きには思わずドキッとしました。子供の頃読んだ絵本は懐かしくなり、読んだことがない絵本でも読んでみたくなる、そんなミックの連載が大好きです。いつかミックが書いた絵本も読んでみたいです。これからも連載を楽しみにしています。ありがとうございます。ミックの絵本の感想いただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、無事発売になりまして。伊藤さんが書いたフルーツの海、私もちょっと見たいな。ちょっとこれはね、買っていただいて読んでいただきたい代物ではあるんですけれども、絵本、私がどういうお話、ちょ、あらすじだけでも、あらすじですか、あらすじだけでもちょっと教えていただけると。あらすじ言ったらね、全部言うなっちゃうね。一枚の絵なんで、一枚の絵に物語をつけるという、なるほどね、はい、コーナーだったんで、自分で描いたんです、絵も。おー、いいね、いいね。というよりは、絵を先に描いて、うん、そこから、絵線香。絵線香で物語を。絵線香って聞いたことないね。大体物語線香に絵をつけるのよ。新しい絵本というか、伊藤スタイルで。伊藤スタイルでお送りしたんですけど。ちょっと気になるんで、導入部分だけでもいいですか？主人公は海。海が主人公だね。海が主人公だね。大きな海が主人公で、うんうん、友達がいない海の話なんですけど。なるほど。じゃあ、ミク、友達がいないミクじゃなくて、友達がいない海の話。海の話ね。うんうん、海の話、うん。僕は孤独だ、うん、っていうことね。それはやっぱ、作者の思いがある。作者、絵線香で出てる。絵線香の、
線香ってなんやねん聞いたことない線香で線香なんて聞いたことない、うん、寂しいって言ってたら神様から、うん、あそんな孤独な海くんには、うん、友達をあげようって言ったら、うん、自分の中から、うん、なんとフルーツがいっぱい出てきた。怖いよ。世界観怖い。魚やろ、普通。海の友達は。海ね、全、フルーツがいっぱいいるから生まれてきて、友達になるっていう話です。怖い怖い。狂気だよ。最後には涙涙の展開がありますので。本当に。はい。最後に、海。涙涙。海に飲まれないフルーツたちが。はい。もう友達、はい、っていうフルーツの海という絵でした、ね、いやちょっとなかなかおもろいお話でした、はい、ありがとうございます。ぜひお楽しみにしていただけたら。素敵なお話ありがとうございます。ぜひご覧ください届く、はい。ピクミンネームチョシーナさんからです。ありがとうございます。ミクモンシこんばんは。こんばんは。モンシのバースデーイベント YouTube でやることになったんですね。そうなの。誰でも無料で見られるということで嬉しいですね。そうなの。というか無料でいいんですかって感じです。楽しみにしています。あと、YouTube、2月は動画上がりますか？これ2月のお便りだね。これも放送日は3月入ってます。3月だけど、2月に送ってきてくれるっていうやつですね。私はピクシスのお二人のメイクとか美容についてもとても気になりますし、何かを食べながら雑談するみたいな緩い感じのも見てみたいですという優しいお便りですね。桃鉄以降何も、あれご覧になってない。あれご覧になってない。あれご覧になってない。ご覧になってない。ご覧になってない。あら、あ、ご覧になってない、まだ。あら、あれ見てない。あれ、あ、でも、2月は上がるはず。ギリ上がるはず、駆け込みで。え、ほんと？上げるって言ってた。頑張るって言ってた。え、嘘？うん。上がんの？ 2 月。一応素材は取ったから。素材は取ったよ。頑張れば上がると思う。なんなら今上がってるってことでしょ、うん、じゃあ。上がってますこれは上がってますよね。諸説あるけど上がってます。上がってるはずなんで。これは、いいじゃない言って。上がってる。上がってるなら言ってもいいよね。地雷メイク。恥ずかしい。恥ずかしい。地雷メイクの墓荒らしをしていますんで、はい、大米風にもうネタにしてやりましたね。一周回って誰がやってんねん。いつのやつやねん。やつ誰やってんねん。今やるやつおらんやろっていうことをやってますんで、動画ですので見てください。ご覧ください。はい、今日は以上になります。引き続き私たちへの質問、番組の感想などどんなことでもいいので送ってね。ピクシスの夜空の下でミーティング、お送りしてきました。ピクシスの夜空の下でミーティング、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net、 ピクシスの綴りは pyxis です。はい、ということで第402回目の放送いかがでしたでしょうか。では、うん、志低いとかいろいろネタにして月に1本とか言ってるけど、本当に月に1本ってすごいよね。ね、最低月に1本って言ってたのがもうずっと月に1本なの、すごいね。え、一回生放送でかんえ、いやだからそう、こんなに月1しか上げないし更新頻度低いのに登録してくれてる人たち本当に好き。本当に好き。好き、ありがとう。本当に好き。いや、あげるよ。あげる人たちのためにもあげましょう。あげましょう。更新頻度を上げましょう。新しいの取ろ、取ってないじゃん。取ろ。それはそう。墓荒らししかできてないから今。とりあえずもう過去の自分たちの墓荒らしのみなのよ今。知ってないね。新作取らなきゃ。サムネが手抜きってみんなに言われる。ずっと宣材写真だから。ずっとどれがどの動画かわからないってなってるから全部同じ。クソサムネって言われる。クソサムネ。恥ずかしい。頑張ります。頑張ります。はい、それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。